ルパンノートは、フランスの小説家、モーリス・ルブランの代表作、アルセーヌ・ルパンシリーズの連作として、日本で発表された2編の短編小説である。ただし、ルブラン自筆のフランス語原稿は発見されておらず、他のシリーズ作品とは設定上の矛盾が見られることから、現在では、クレジット上、訳とされている、星野達夫の二次創作物とみなされている。文館の雑誌。 新青年8から10月号に掲載された青色型録と11から12月号に掲載された空中の防御の2編で構成されており、1922年に同社から刊行された探偵傑作総書第7巻、主の狼に収録された。これ以降、戦前、戦後を通じて平凡社、春陽堂、日本出版共同、マス、書防、 三笠書防など各社から刊行された星の編、和家のルパン全集では頻繁に再録されており、1956年には星の自身の手になる自動向けリライト版、青色暗号ノートが講談社、探偵名作少年、ルパン全集第10巻に収録された。内容は青色カタログ、空の防御の両編とも、第一次世界大戦を背景に、 愛国的フランス人として、独クモトムクチク隊長を買って出た、怪盗心士、アルセーヌ・ルパンが、ドイツのスパイ摘発に尽力するというものだが、フランス語で執筆された、ルブランの原稿は確認されていない。シリーズ上においてルパンは、続百十三のラストで、投身自殺を図り、活動を再開するのは、対戦中に、モーリタニアを征服してその領土をフランスに献上した、後の、 トラの牙からとされているので、対戦中のヨーロッパで、ルパンを名乗って活動する本作とは設定上の矛盾が生じている。また、表向きは、役者とされている、星野はルブランからルパンが登場しない長編、バルタザールの突飛な生活の原稿を、フランスでの出版前に譲り受けて、私生人生の表題で日本語に訳した際に、ルパンの変装である探偵ジム・バルネを登場させる。 形へ改変したこともあるため、本作に関しても、ルブランの原点は存在せず、星野による二次創作であろうという見方が有力視されている。ただし、儀曲アルセーヌ・ルパン書斎の住田忠久の解説によれば、ルブランと信仰のあった星野が日本の読者向けに、ルパンを主人公とした新作の執筆を依頼したことはルブランが、 妹のジョルジェットに宛てた手紙の記述から事実と見られている。この新作には、アルセーヌ・ルパンの7月14日という課題も付けられていたが執筆の着手には至らなかったようで、また星野の執筆以来は、ルパンノートが日本で雑誌に掲載されたよりも後の、ためドイツの作品とは考えがたいとされる。こうした事情により、1960年代以降に、 星野以外の役者が手掛けた翻訳には、ルパンロートは一切含まれていない。なお、講談社から1987年に刊行されたスーパー文庫アルセーヌ・ルパンは、星野分けの先週で、ルパンロートと題する作品も含まれているが、内容は、ルパンの告白の陰影の符号と地獄の罠の2編であり、青色カタログと空の防御は含まれていない。また、 星野の存命中に刊行された前週でも、平凡者版はルパンが登場しない、ドロテと合わせて別館の扱いとされているように、ルブランの原点が存在する、ルパン登場作品とは異なる扱いを受けていた例も、ある。表題は、日本出版共同版20巻、セーヌ川の秘密、ルパンロード1、マス書房版22巻及び、三笠書房版23巻、セーヌ川の秘密、 ルパンの告白にによった。1914年末、ドイツのスパイを追って、スイスに入国したルパンは、数字が羅列された暗号電報と、青色カタログの謎を追跡していた。ある日の晩、ルパンの目の前で、アメリカ貿易商会ベルン支社のフランス人従業員、マルグリットが、毒ガスで殺害される事件が発生し、ドイツのスパイによる口封じの犯行と断定した。 ルパンは日本人将校の山田入と共に犯人を追跡する。第一次世界大戦真っ只中のパリが舞台。愛国者として、独元無駆逐隊長を買って出たルパンが、ドイツ軍の飛行船による空襲の脅威にさらされていたパリ市外の校舎砲、配置図を狙って、マジャン少々宅に侵入したドイツのスパイを追跡する。この記事は、 以下のカテゴリでも参照できます青色カタログに関するカテゴリ、空の防御に関するカテゴリ、ありがとうございます。